今回はですね、モトブログを始めてみようっていう方に、GoPro を使った必要最低限のアクセサリーを紹介していこうと思います。で、完成形はですねこういう感じでなっています。はい、まずは GoPro なんですけど、僕買うときに GoPro の Hero 7か Hero 8かをすごく悩みました。で、Hero 8が発売されてから Hero 7は、1万円ぐらい安く、価格が下がりまして、今僕買った当時で、Hero 7が Amazon で 38,800円で、8の方はね 51,000円ぐらいしました。で、7と8の比較なんだけど、いろんな人の YouTube だったりブログを見て実際に映像を確かめたんですけど、確かに手ぶれだったり、画質っていうのはまあ当然8の方が良くなってはいるんだけど、まあでも全然7でも十分というより、まあ、大してわからないなと思って、でそこでやっぱり元ブログの初心者なんだから、最低限のヒーロー7から始めて、でやってみて、まあ、必要だなと思ったら、まあ、7売って8買うとか、もう一台ヒーロー8買ってやってみればいいんじゃないかなと思っています。はい、で次は、外部マイクですね。外部マイクなしでも当然音は取れるんだけど、あの GoPro 単体でね取れるんだけど、風切り音だったりエンジン音をきれいに取りたいってなった時にはちゃんと外部マイクをつけて話した方が音声がきれいに取れるので、外部マイクを購入しました。でこれが GoPro の純正の外部マイクになってます。でこれすごく高くて、これが、純正品で6000円ちょっと、僕買った時6400円です。でこれを買ったんだけど、これを買う前に実はこういう、まあ、よくね Android のスマホとかにつけたりするこの Type-C を挿して充電しながら音声も取れますみたいな、こういう商品が、まあ、いっぱい普通に売ってると思うんだけど、その中でもこれ結構いいやつで3000円ぐらいするやつを買いました。で、なんでかって言ったら純正じゃなくても使えてるっていう人が、結構いて、だったら純正のね6000円もするものを買わないでもできるんじゃないかと思ってこれを買ってみた結果できなかったです。で、商品が悪いのか、まあ、GoPro 自体にアップデートが入って使えなくなったのかわからないんですけど、で結果的に僕はこの純正のマイクアダプターを買いました。はい、で次はケースです。でケースを2種類あって、これとこれで、これはまあすごいごく普通の安い1000円ぐらいで売っている GoPro のケースなんだけど、まあこれだとね、実際装着してみると、でここにこういう感じなんだけど、ここにこのマイクアダプターを挿すわけですよ。でこっからマイク取ってこう行くんだけど、これがブラブラになっちゃうわけで、これはすごく不便で、これをヘルメットにここにマジックテープをつけてヘルメットにピタって貼ってる人もいるんだけど、僕はそれ嫌で、ヘルメットがごちゃごちゃするので、でもう一つの方を購入しました。でどっちも別にそんなに全然高くなくて、このウランジっていう GoPro のアクセサリーをたくさん販売しているメーカーで、これ Amazon で買えるんですけど、購入金額はね Amazon で最安で1388円で購入しました。でこれのいいところは、ここにこのマイクアダプターが装着できて、さっきのこの普通のケースでプランパネルになっちゃうっていうところ問題をこうやって解消できると、そういう商品になってます。でただ当然これにも欠点はあって、この GoPro の後ろから見て左側にここに
タイプ C を挿す穴が開いているんだけど、はめてからこの蓋を開けることは不可能で、つまりここを外さないと使うことができないんですね。こうやって。でこれ、まあ、そもそもここにタイプ C を挿したまま撮影するっていう時点で防水ではなくなっちゃうんだけど、なんか嫌だよね、ここ蓋開いてんので、なんか嫌だなと思ってて、まあ仕方なく、まあ、これがあるので、このケースが主流なので使います。で次はマイクアダプターに挿すマイクです。でこれも本当いろんな元ブロガーの方が使っているんだけど、バッファローの、ピンマイクで、でこれなんとね246円 Amazon で、まあ、激安のピンマイクなんだけど、これをこの端子、ここのマイク端子に挿して、ヘルメットの中身にこのマイクを装着して自分の声を取るっていう感じになってます。でまたこういうね、ステレオの音声の分配器なんだけど、これも100円200円ぐらいで、いくらだっけな、300円だ、これも305円で、Amazon で僕購入したんですけど、これをねマイク端子に挿して、でここにマイクを、同じものをもう一個挿せば、片方を例えば腰のあたりにセットすれば、もう排気音をきれいに取って、もう一個を自分の音声を取る、そういう風に使うこともできます。これもすごく安いので、一応買っとこうみたいな感じで僕は買いました。で次はヘルメットにマウントする、俗に言うチンマウントだったりアゴマウントっていうマウント方法で僕はやっていこうと思っているんですけど、こういうねアダプターがまあいろんなところから安く出てます。でこれも1000円ぐらいで購入しました僕は。でこれを、これ僕のヘルメットなんですけど、ここに両面テープをつけて、付属してるんですけど、大体この両面テープをつけて、ここにつけて、でここにカメラマウントして撮影していくっていう形になるんですけど、これね、僕のヘルメットのここの部分がすごく細くて、まあ上手にマウント、綺麗にマウントできなそうな感じなんですね。まだ取り付けていないんですけど、なのでそこでもう一種類のマウント方法で、こういうね顎にベルトをするタイプの、まあ、顎マウントが売っているんですね。これも1000円ぐらいで売ってます。でこれだとね、このベルトをただはめるだけでできるので、ちょっと取り付けます。はい、こういう感じでね、こういう感じでヘルメットの、まあ、顎の部分にがっちり固定ができます。でこれ意外にすごくしっかりしてて、まあ、このナイロンのベルトしょぼそうだからちょっと不安なんだけど、まあ、実際壊れそうだったり切れそうだったりしたら自分で交換できるレベルなので、まあ、いいかなと。でこれだとさっきのこの通常の顎マウントキットよだと両面テープを貼るシールのが貼んないといけなくて、そのシールアートとかもつかないし、まあ、簡単に脱着できるので、まあいいかなと思っています。はい、とりあえず完成ということで、僕は北海道で生活をしていますので、当然今2月でまだ雪が積もっていてバイクには乗れないんですけど、まあ早くて3月下旬ぐらいかな、まあ、4月にはもう雪が多分ないので、まあ、最悪でも4月からはバイクに乗れると思います。もう早く乗って試したいんですけど、できないのが残念です。まあ仕方ねえね、北海道で生活しているから。
それでは。